背に走り出す街の中叩かれたいつものように肩を君に夢中なことに訳なんてないのにその中学時代、振られ続けた桜木花道の前にようやく救世主が現れた。彼女の名前は赤木春子。バスケットを愛する春子は花道にスラムダンクの素晴らしさを教えた。ところが春子には中学時代のバスケットの花形プレーヤーで流川という片思いの相手がいた。またも失恋。荒れ狂う花道は不良グループの挑発に乗った。だが決闘の場にいた男こそ1年10組流川楓だ。何人たりとも俺の眠りを妨げる奴は許さん。何このガキャ。許さねえなこっちだ。こいつにも小北校の恐ろしさを教える必要がありそうだな。ぶっ殺せ。くたばれバスケ原道 vs 流川。よし行こうぜ。3年だろうが何だろうが関係ねえ。ぶっ潰してやる。お、花道と傭兵どこ行くんだおめえらで。ああ、おさっきだっちゃって喧嘩だな。さてはなんだよ、お前らには関係ねえよ。関係ねえはねえだろう。なんかお前ら最近俺たちを外してねえか。ふざけんな。俺たちも行くぜ。おう、やったろうじゃねえか。よし行くぜ。場所はどこだ。何燃えてんだあいつら。行くぜ。なんだこりゃ。堀田はいた。お前一人でやったのか。誰だお前は。流川楓。流川。何流川。こいつが春子さんが片思いをしているという。流川。こいつが。こいつが。なんだお前は。こいつらの仲間か。なんだとこら。お、俺の名前を教えてやろうか。ちょっと落ち着けよ花道。しかしこの流川ってやつ、堀田たちを一人でやっちまうとは。まずい。この流川と嫉妬で逆上している。花道がやり合えばとんでもないことになるぞ。これは面白くなってきた。どうなるか見ものだな。桜木くんどこ行っちゃったのかしら。さっきは急にいなくなるし。
和光中から来た人が言ってたけど、あの赤い髪の人、何でも中学の時は相当の悪だったそうよ。春子ったらよく怖くないわね。俺は1年の桜木花道だ。よく覚えとけ。ああ、もう忘れた。なんだこら。おい花道、やめとけ。よし行け行け。桜木君やめて。は、春子さん。おお、役者が揃ったか。桜木君、みんなは桜木君のこと不良だとか怖いとか言うけど、私はそんな人じゃないと思ってた。こんなことする人だとは思わなかったわ。暴力を振るって人を傷つけるなんて最低よ。見損なったわ桜木君。最低よ最低よ。見損なったわ。ちょっと待った、春子ちゃん、それは勘違い。ルカワ君、大丈夫？ダメだ、聞いてねえや。さっき振られたばかりなのに、その上この仕打ちとは。神様、どんなに僕がお嫌いですか。そうだった、そうだった。そしてきっとあのルカワのことが好きなんだ、そうなんだ。じゃあ、おい、落ち着け、花道。ルカワ君、血を拭かなきゃ。いいよ。あ、ダメよ、そんな。ちゃんと消毒して病院に行った方がいいかも。うるせえな、ほっとけよ。誰だお前。ルカワやろ。桜木君、てめえ、ハルコさんの優しい心。このハルコさんの優しい心。どけっつってんだろ。ルカワ君、桜木君ひどいわ。あんなにもう大嫌い。あー、完璧に嫌われた。もう嫌だ、この世に神も仏もあるもんか。アルコさんか。大丈夫、ハルコちゃんもすぐ勘違いだってわかるさ。なんだから早まるな、花道。どうしよう、離せ、離してくれ。ハルコさんが俺のこと大嫌いだと言ったんだ。離せ、離せ。しかし、花道の本気のパンチを食らって立っていられたやつなんて初めてだぜ。あのルカワってやつを。これマジに病院かな。桜木か、あんにゃろ。離せ、ハルコさんが俺のこと大嫌いだって言ったんだ。桜木花道とルカワ楓、後に修正のライバルと言われた二人の出会いである。Hi guys, the first part of Slam Dunk was fun, wasn't it? Basketball is great, let's play it together!Waiting. The second part of Slam Dunk will start in a minute. Let's get together in front of TV. どうしよう。私の勘違いだなんて。暴力を振るって人を傷つけるなんて最低よ。もう大嫌い。
花道じゃないんだって、春子ちゃん。ルカワの怪我は、はあ、なのに私ったら桜木くんにあんなひどいこと言って、はあ、顔から血が出るほど恥ずかしい。ひでしょ、謝んなくっちゃ。でも桜木くんに合わせる顔がないわ。いいんじゃない、別に桜木くんなんて。それよりルカワくんと話ができてよかったんじゃない。話なんて。誰だお前。よし、悩んでてもしょうがない。放課後を謝りに行こう。うん。今行けば。ダメよ、心の準備ができてないもん。根性なし。何よ、一言だと思って。ダメだ、完全に目が死んでるよな。やっぱりあの大嫌いが効いたよな。今度ばっかりは相当重症だわ、こりゃ。いやごめんごめん、手元が狂っちゃって。え、あ、赤い髪、一年の桜木だ。これはバスケットボールじゃありませんか。ごめん桜木くん。わざとじゃないんだ、許してくれよ。ごめんね。バカ者、俺の一番嫌いなスポーツを教えてやろうか。それはバスケットボール。ハネジ、うるさい。ダメだ、こうなるともう手がつけられん。花道は片手で。キャプテン。で、なに。でけえ、花道よりももっとでけえ。何遊んでたんだ、バカだろ。もう練習は始まってんだぞ。すいませんすいませんでした。すいませんでした。バカ野郎、何がキャプテンだ。偉そうに。花道よ、花道、相手は人間じゃねえ。俺はバスケット部なんか大嫌いなんだよ。玉入れ遊びなんかよ。玉入れ遊び。まずい、キャプテンの愛するバスケットを侮辱してしまうとは。ああ、玉入れ遊びじゃねえか、あんなもの。玉入れ遊びだと。上等だ、このガキは。勝負せえ。負けないっすよ、キャプテン。早く早く。なんだなんだ。勝負だとよ、勝負。玉入れ遊びと言われてバスケ部のキャプテンが怒った。バスケ部のキャプテンと例の1年の桜木の勝負だ。何、あのげんこつのキャプテンを怒らせちまったのか。しかし2人ともでけ。あの桜木くんバスケットできるの。知らん。と、おっとおっと、桜木にかける方はいないかな。桜木花道にかける方はいないかな。いいか、勝負は簡単だ。俺が10ゴール決めるまでに俺からボールを奪い、1ゴールでも決めることができればお前の勝ち。できなきゃ俺の勝ちだ。あれだけバスケットを侮辱したからには俺からボールを取ることぐらいわけないだろう。赤い髪。ここだ。
この体育館で春子さんと二人っきりで。桜木くん、ダンクって知ってる？うん。桜木くん、ボール掴めるの？すごい！いや、このくらいスポーツマンですから。ほらほらほら。すごいわ。ねえ桜木くん、もしかしてダンクできるんじゃない？背高いし、ジャンプ力ある？そりゃスポーツマンですから。なんなんだこいつ。おいクロ、やる気あんのかおめえは。おお、なめんな、すぐ取ってやら。取れるもんなら取ってみ、ど素人が。なんかバスケット部のキャプテンと7組の桜木くんが勝負してんだってさ。勝負。桜木ってバスケできんの？でもなんか面白そうじゃん。行ってみよう。桜木。春子、春子、桜木くんいたいた。いた？どこに？体育館でバスケ部のキャプテンと勝負してんだって。学校中の注目の的よ。バスケット部のキャプテン。こりゃ見物だぜ。どうした、すぐ取れるんじゃなかったのか。こら慌てんな、すぐ取ってやるから待ってろ、このゴリラ男。なんか壮絶な戦いになるような気がしてきたぜ。どうした、早く取れ早く。なんか作戦でもあんのかな。バスケット部のキャプテンを務めるほどの男、だらだら動き回ってたんじゃ野郎の思うつぼだ。勝負は一瞬。ただ獲物を仕留めるあの鷹の動きだ。突き合い。おお。おめえはバスケットとサッカーの区別もつかねえのか。バスケットはな、足を使っちゃいけねえんだよ。何サッカーもバスケットも分かっちゃいないんだあいつ。バスケ部のキャプテン。バスケ部のキャプテンがどうかしたの春子。バスケ部のキャプテンってうちのお兄ちゃんなのよ。嘘。どうした赤い髪。勝負はこれからだ、このゴリラジジイ。サル、タコ、おたんこらせ。赤い髪の色男。もういっちょボールをキックしてみろよ。見にくい。春子の片思いの相手流川楓に怪我を負わせたばかりか、バスケ勝負の相手がよりによって春子の兄と。桜木花道の高校生活はまさに波乱の幕開けとなったのだった。やや
川といい、このゴリラ男といい、どうしてこうバスケをやるやつには嫌な野郎が多いんだ。あそこで応援してくれるのは、見ててください、春子さん、俺のかっこいいダンクでゴリラ野郎をぶっ飛ばしてやるぜ。スラムダンク、ゴリラ VS 花道、究極の対決、見てくれよな。